バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています。シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも一人寂しくお届けすることになったんですけれども、やっぱりね、皆さんが最後までイチャイチャお付き合いくださるはずなので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。では早速なんですけれども、鹿児島、もうここのとこずっと皆さんにねクリスマスマーケットのお話しておりますが、とにかく私の大好きなクリスマスがもう20日切ってますね。早いわ、あっという間に。そしたら年末になって2022年おめでとうになっちゃうんでしょうけれども、まあ、ひとまずねクリスマスを楽しみに過ごしていきたいと思いますので、鹿児島クリスマスマーケット公式テーマソングのようこのシャイニーを9組のアーティストと一緒に歌ったバージョン、シャイニー2020をお聴きください。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日
みんなでお届けしましたシャイニー2020をお聴きいただきました。いや本当にねこの曲いい曲だよねってね思いながらね鹿児島クリスマスマーケットスタートしてますのでね会場でね聴いております。でこのところ陽子はありがたいことにいろいろなメディアにね出演させていただく機会がありまして、 KKB 鹿児島放送さんではサンキューメッセージと言いましてありがとうというのをね皆さんにお届けできたり、ラジオもミュー FM 鹿児島さんって鹿児島でね最も大きなラジオ局なんじゃないでしょうかね、そちらに2日続けて出演させていただいたりとですね、まあ、とにかくね今ラジオやテレビ、一時期はねそういうラジオ局やテレビ局に伺うこともね難しかったんですよ。今また変異株もねどうなるかなっていう心配の時期ではありますが、どうかこのまま少しでもね皆さんとお会いできるライブができるような環境がね続けばなと思います。イベントもちょっとずつ開催されていますが、どこのイベントを見てもねステージがなかなかね、やっぱりライブ人前で歌うっていうことはしばらくは難しいのかな。来年の夏はねいろんなところ飛び回っていたいなって思うんですけれどもね、沖縄にも本当に行きたい、まあ、さ東京ディズニーランドとかさそういうテーマパークとかもね皆さん結構足を運ばれてるんだなと思ってねこう SNS 見たりとかしてるんですよ。で知り合いとかも沖縄にね伺ったりしてるから、ああそうか、みんなねそれぞれのバカンスだけじゃなくてお仕事かな、でもね行き来されてるんだなと思って見てるんだけど、陽子はもうこの2年かなほとんど県外出てないですもんね、出れないもんね。まあそんなねちょっといろいろ思うことはあるんですけれども、まあこんな時間だからこそ楽しいことを見つけていきたいなと思っております。陽子のね日常で楽しいことってなんかなって思った時に、最近は食べることが楽しいなと思っております。そしてね作ることの方が好きだったのに、食べることになると作る時が好きな時は体重は増えないんだけど、食べることが好きになっちゃうとさ体重ってガンガン増えるのね。もうそれがさちょっと最近娘にもちょっと食べ過ぎじゃないとか言われながらね、そうだなって思いながらねついつい時間を気にせず食べちゃうこともあるんですけれども、まあそういう時期も皆さんありましょう。冬はねありましょう、だって冬はねあるでしょうやね、もう美味しいものもいっぱいですからね。で鹿児島県の垂水市、私が観光 PR 大使を務めさせていただいております。鹿児島からはねフェリーがあってすぐアクセスできちゃう場所なんですけれども、その垂水市にあるビュートンっていうね豚肉のお肉屋さん、豚さんのお肉屋さんですね、そうそう、そのビュートンさんがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。でねいろんなタイプのねお肉がこう販売されてるんですけれども、ま、自分でこうとんかつって皆さん普通作られるのかな、鹿児島とんかつ有名ですね、やっぱり黒豚でね。だけど私は食べに行くのも好きなんだけどさ、美味しいところもいっぱいあるけど、そのビュートンを使った肉厚にこう切ってね自分で作るとんかつめっちゃ好きです。結構ね私料理するイメージなさそうみたいな感じでね言われるんですけれども、まあそう言っても一人のお母さんですからね。まああれは19歳の時にお腹が大きくなったので、私のお母さん的な話ね、あれはとかしちゃったけど、まあ20歳でさ生まれてきてでして、もう母歴15年目なんですよね。で、まあ、娘もいろんなものが好きなものありますけれども、家庭の味ってこれかなあれかなっていうのがありますよね、きっとどこの家もね。でしーちゃん何が一番好きなのってうちの娘が言われた時に、うちの子がね何も迷わずカレーライスって言ったんですよ。だけどうちってねあれ幼稚園の時だよね、その時にもううちって結構カレー作る家じゃなかったの、だからカレーあんまり作らないからうちの子カレー好きなのかなとかね思っちゃったくらいなんですけれども、まあね家庭の味っていろいろあるよなっていう時に、うちの子はね味噌汁が好きなんですよね。まあうちの母が作ってくれる味噌汁とかもね大好きで、いつも実家に行くともうお土産
で着くなり何食べたい、お味噌汁食べたいっつって、まあ、なんて安上がりな子なんでしょうみたいなねそんな感じですけれども、まあ、皆さんもきっとなんか好きなご飯あると思うんですけれども、ぜひねググってください。たるみ寿司のビュートンっていう豚肉ね、もう最高ですよ。鹿児島もいろんなブランドお肉がありますけれども、もちろん和牛もね、鶏さんもねめっちゃ有名ですけど、私がすぐ皆さんにおすすめしたいお肉って言ったらもうビュートンですね。あ、美味しいんでぜひぜひ。でね、ちょこちょこね私の SNS にもねこうご飯してるやつ上げていこうかなって、ストーリーとかでね、まあ、ずっと投稿すると、なんか私のご飯はさ、すっごいさ、なんかお袋の味感が強くてインスタ映えしないので、だからまあストーリーとかでね、あ、美味しそうっていう瞬間だけちょいちょい上げていくといいのかなと思っておりますよ。ではね、そんな最近食べることがもう趣味になりつつある用語なんですけれども、皆さんに次お届けしたい曲はミントチョコレートという、気づけば5分以上6分近くある対局になっておりましたが、2月のバレンタインシーズンにねぴったりだなと思って制作しております。大事な方とねイチャイチャ過ごすにはもってこいのね、寒い冬ですからね、ぜひこの曲聴いて大事な方を思い浮かべて温まってください。それでは受け止めてね、ミントチョコレート。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーンみたいに、君のことだけ包んだメロディーたちが横でミントチョコレートお届けしました。まあね、個人的にしたいことっていうのはもうほんと個人的ですけれども、個人的なのに一個しかないのに全く進んでなくてもほんと自分を疑うんだけど、もうこんなことラジオで言うことじゃないんだけど、新曲作りたいんですよねいやさ、もうさ、才能のある人たちっていうのはさね、こんなことをラジオで言わないよね、自分で自分に葉っぱかけないよねって思うんだけど、まあいいじゃん、もうさ一人でさ、あ、ぼやいてるなって感じで皆さんお付き合いくださいよ。もうとにかくね、鹿児島クリスマスマーケットの生配信ライブがあるクリスマスイブの日までにね、いや、イブの日に皆さんに新曲をお届けしたいわけ、私の野望ね。なんだけど今石井さんが作ってくださってる、サウンドプロデューサーがね作ってくださってる曲でね、どの曲に歌詞書くかっていうのがね確定してないのよ。でその曲に対して、まあ、ある程度絞ってはいるんだけど、歌詞も考えてるんだけど、
なかなかなのよね。皆さんさ、どういう曲、陽子の新曲聞きたいですか？私さ、こう自分目線で歌詞書くことももちろんあるんだけど、皆さんにね、あ、この曲好きだなってやっぱりどこかでね愛してほしいから、自分の気持ちだけでね、もう今歌詞を書いてないんだよね。選ぶ言葉は嘘偽りなくね届けようって思ってるんだけど、例えばね恋愛ものの歌詞でね、私結構恋愛とかもうスパって切ったらもうそこでおしまいなタイプなの。もう今までの人とさ、なんかをさ、まあ、1対1のね恋愛しかできないんだけど、だからこそ、あ、もう終わったなって思った時にこうずるずる思い返したりとか、逆に言うと昔お付き合いしてた人とまたお会いすることとかないタイプなのね。よくさ、男の人は未練がとかなんとかとか言うけど、私の場合はもう大事にしてくれない人はもう終わりだなってしてきてしまってるのよね。だから恋愛の歌ってそうじゃないじゃん。結構未練の曲とかさ、本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない、この後よ、誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したいって、すっごい怖くないさ、ディスってるんじゃないのよ。私この曲好きなんだよ。でね、カバー曲ばっかり歌ってた時とか、結構さ男性の前で歌うことが多い時とかはめっちゃ共感してくださって、あー男の人ってこんな気持ちなんだなと思いながらね歌うこととかもあったの。私もこの曲好きなんだけど、ただまじまじと歌詞作詞家みたいな視点で見るとさ、まあすごい、もう終わってる恋なのに未練たっぷりじゃない。でしかももういいからって、終わりだからって言われてるのに強く抱いて君を壊したいって、もうこれ怖いよね。私思いつかんもんっていつも思う。もうこの後の歌詞とかもさ、もう言葉にできないのが愛さ、言葉では君をつなげないって、もう言葉じゃダメなんだから行動しろよみたいなだけども行動するには早いのか遅いのかもわからないみたいなさ、まあそういうのがさ歌詞にもあるでしょね。え、あとユーミンとかさ、恋人がサンタクロース、本当はサンタクロースってあるじゃん。もう恋人がサンタクロースなんだよ、本当はサンタクロースなんだよってもう言っちゃってるじゃない。こんなん分かりやすい、また歌詞もないよなって思うのね。きっとあなたが私のサンタさんかもしれないみたいなさ、思いもこっちは持ちながら歌えるじゃん。あれ不思議だよね、ストレートな歌詞そのままの歌詞なのに、なんかキュンってする、まあ、これって女性のだから、私が女だからそういう風に発展するのかもしれない。いろんなことをさ、もう言葉、恋人がサンタクロースだよっていう言葉なのにいろんな感情を妄想できる、共感できる、まあ、これもすごいなと。まあね、もうあげたらキリがないんだけど、まあ、とにかく私の曲とかね、私の先輩シンガー、お姉さんシンガーがね、いちほさんとシンガーソングライターさんで素晴らしい方がいらっしゃるんですけれども、その方が歌詞を書いてくださった陽子の曲でね、さよならは言わないまま忘れられないキスしてって言うんですよ。言い訳なんてポケットに入れて持ってってってさ、いや私絶対思いつかないいつも歌うたびに、私もうなんていうの、お別れしたい人とチューなんてしたくないっていつも思うなって、まあそういうのをね MC で散々言ってきてるんですけど、まあ分かりやすいね。ねもうね、ある意味クソ真面目なんでしょうね私がね。もうちょっと駆け引きできる、うん、噛んじゃったよ、もうちょっと思わず、まあ、もうちょっと駆け引きできるといい女になるんでしょうけれどもまあ難しいね、難しい。私が60歳ぐらいになって若いキャピキャピした男の子と恋をすることがあれば、そういう駆け引きをするのかな、しないだろうな。70歳になって、うん、まあ
男の年齢高くなって女を極めた私もやっぱりそんなの難しいだろうなだけど歌手の陽子はねそうじゃいけないなと思ってさ、まあいろいろ考えるわけですよ歌詞をね。でだいぶお時間いただきましたけれども、とにかくね新曲の歌詞をね今ね探してる。もう毎日毎日すごく素敵なメロディーをね石井さんが作ってくださってるから、どうしよう、どんな歌詞にしようみたいな感じで悩んでおりますよ。この悩んでるうちがねまた楽しいんでしょうけれどもね。まあ最近は私化粧がさ、まあ一番私の中で毎日お化粧してたのは高校生の時だなと思ってるんですけれども、最近ね化粧するのが楽しいの、おしゃれするのが楽しいのね。なんでかなって思った時に、理由がね恋してるからとかそういうことじゃなくて、娘がさもう中学校2年生でお出かけする時にもおしゃれをするわけですよ。ああいうねキラキラしたね女の子を見てるとね、あそうだよねこういう時期あったよねとか、これからこうなるんじゃないかなって思うとすごくワクワクするのね。だから今の私は自分が学生の頃ティーネイジャーの時にさ、あお化粧しなきゃこんな顔嫌だとか思ってた、そういう背伸びをしてた頃とは違って、今お母さんである時に、あこの子と一緒にね生きているからずっと可愛いお母さんでいたいなとか綺麗なお母さんでいたいなみたいな、女としてのね母親としての喜びでね、なんか最近可愛くしたり綺麗にしたりするのは楽しいことだなみたいな感じになっておりますね。だからね人ってこう年齢重ねるときにいろんなターニングポイントがあると思うんですけれども、今は今で私幸せっていうか人生で今が一番幸せかなとずっとねここのとこ思ってる。自分のマックスの幸せをどん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 上書きされてる感じ。だからね20代の時の私、10代の時の私にね教えてあげたい。すごく幸せだよって、その時に悩んでてもその時に苦しんでてもその時心がねなくなってしまいそうでも、あなたはずっとずっと自分らしく幸せでいれるよ、だから今乗り越えてね頑張ってね、大事な人を一番大事にしたい人を大事にしてね、もうそういうことねちゃんと言いたいよね。まあ人ってさ天秤にさいろいろかけるじゃん、毎日選択しないといけないじゃん、選ばないといけないじゃん。だけどそこがブレるとさうまくいかないのよきっと。自分の心に嘘ついてるとそれを積み重ねると最終的にさ辻褄が合わないと思うわけ。だからどんな時でも嘘はつかない、まあ、人を傷つけないようにしてるけど全く傷つけないのは無理じゃん。だから自分が責任持って守れる愛情はね守ってきたつもりだから、皆さんもね何かかしらこう大変な時あると思いますけれども、私は応援してますのでね、まあ、ぜひそういうね皆さんの心に秘めたこともメールいただけたら、メッセージいただけましたら一緒に解決したいんでね、音時間と一緒に陽子も皆さんの近くにそばに置いてください。では今夜最後の曲、初心を忘れちゃいけないな、私は音楽が大好きで大事なんだなっていうね自分への再確認の意味も込めてお届けしたいと思います。アンフィニッシュドストーリーお聴きください。愛を紡ぎ奏でよう、その先の温かな未来、隣で微笑むあなたの全てを包む太陽のよう、一つの出会いが出会いをつないで結ぶ。陽子でアンフィニッシュドストーリーお聞きいただきました。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。それでは皆さん、今週もめちゃくちゃハッピーでお過ごしくださいね。寒いからとにかく暖かくして過ごしてね。
もう私鼻水出してるからね、とにかく歌いながら鼻水を出さないように気をつけたいと思います。今月皆さんとお会いできるライブが数本ありますからね、ぜひ SNS ようこの公式ホームページ YOKO ようこ鹿児島の方もチェックしてください。では来週のバニラ使いまでバイバイハッピー。